はい、今日はですね、大村にある焼肉屋さん海龍さんにね、来ました。それではね、中に入ってみたいと思います。メニューもね、豊富になって、ちょっとどれを頼もうかね、ちょっと迷いましたが、まあカルビとね、ホルモンと豚ホルモンと、あと豚のハラミと、あとロースと、あと最後にね、牛ハラミと牛タンをね頼みました。もう見ただけでこの牛タン美味しそうですよね。結構油がねあって、すごくね美味しそうでした。レモンをね、たっぷり絞ってちょっとね食べてみたいと思います。めっちゃねうまい。これもうすごいねジューシー、ほんと最高の美味しさでした。カルビとねロースもね頼んだんですけど、ちょっとどっちがカルビでロースかちょっとね分かんなくなっちゃったんですけど、結構霜降りでね すごいね持ってってもらった時ね、すごい感動しました。で、私はちょっと半生でね食べるのが好きなので、とりあえずタレにダイブして口に入れます。うまい。これも本当柔らかくてとろけるですね。歯がなくても大丈夫ぐらいすごい柔らかくて美味しい。タンもすごい大きかったんでね、ご飯をねこう巻けるような感じのね大きさ、こうやって食べるとほんとねうまいのね。ご飯がもうどんどん進んじゃってやばかったです。まあ健康の面も考えてね、ちょっとトマトもね注文しました。もうウーハイがね止まらない止まらない、めっちゃねウーハイ美味しかったです。あとご飯もねすごいおかわりしちゃいました。このねカルビもねすごいほんとうまい。もう口の中がねもうすごいね、牛がね口の中でもう歩き回ってるっていうかね、もう本当にね美味しい。まあ、私もね今もう39歳なんですけど、やっぱりこうちょっとヘルシーなねホルモンと豚のハラミね、
こちらもね食べてます。あのホルモンと豚のハラミはもう大好物なんで、あればね必ず注文して食べます。豚ホルモンもねすごくね柔らかくて本当ね美味しかったです。でこのやっぱこのタレもねすごいね美味しいですね。海流さんのタレは本当美味しかったです。で最後にね、和牛のハラミもね注文しました。ちょっと牛のハラミも大好物なんで、これは、ね、頼まなきゃいけないなと思ってね、まあ結構もうお腹いっぱいだったんだけどちょっと頼んじゃいました。これはね間違いない美味しさでしたね。もうぜひね皆さん行かれた際には和牛のハラミ食べてみてください。ものすごくね美味しいです。はい、それではね、ごちそうさまでした。なんとですね海流さんのマスターはですねソルデンチャンネルのリスナーさんでした。なんか嬉しかったですね。よかったらね皆さん、海流さん行ってみてください。それではねまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。